あなたたちの望む方は他の方に囲まれてるわ。うん、これじゃないみたいね。あなたたちの望む方は私とそう遠くない場所にいるわ。はい、というわけで、もう、残り2冊になりましたけれども、あえて、もう答えの位置は分かってるので、まあちょっと不安なところはありましたけれども、答えの位置はもう分かります。さあ、この2冊ですけど、どちらが正解でしょうか？ちょっと待ってよ。何らかに経験値溜まってきてはいるのか。誰と変えよう。一旦はじゃな、インディ、プロ。うん、やっぱりカナリアだな。あ、これいいのか。はい、では、正解発表です。正解は、この本です。まあ、こっちから行きます。誰かの願いを大切に届ける配達人の懸命な心。おう、これもあれか。素敵な心だけを探しているものとは違うわ。あなたたちの望む本は2番目が好きみたい。で、正解はこれでした。残念だけど全然違うわ。まあ、マジェリカは違うって言ってますけど。うお。うむ、これはマジェリカさん見てください。何これ、さっきと内容が違うじゃない。この本はひねくれているか、ひねくれてるからな。自分の知識を与えていたら試されたんだぞ。本当に何なの、ここの本。まあ、目的の本が見つかったことは良しとするけどね。はい、というわけでこんな感じですね。それじゃあ早速受付で買い出しの手続きをするのですよ。はい、そのわけで、ちょっと回復しようかな。まあ、これでイベントは終了ですね。いや、人話しても多分変わんないので。じゃあ、貸し出しの手続きしに行きますか。はい、ではこちらの本で間違いありませんね。では、梅雨なき月の満月の夜までにご返却ください。返却日を過ぎると本が起こって暴れ出すのでお気をつけください。探してた本が無事借り入れてよかったわね。本当にね、これもあなたたちのおかげだわ。何か俺ができたらいいんだけど。何時よ、ならば我に任せてくれぬか。アレック。あ、誰だ今の。お姉ちゃんの頭の上にいるよ。え？そういえば紹介していなかったわね。アレック、元へアレクサントロガノフよ。驚かせたのならばありよ。わけあってこのような形でこの者の世話になっている。おお、帽子が喋ったぞ。ところで、アレックとかって帽子さんよ。今、礼は自分に任せてくれとか言ってるな。うん。何時らには感謝の意を示すには、これが一番である。受け取ってくれ。レコード。この近辺の悪空間を漂っていたものを呼び寄せたのだ。これは驚いたんです。アレックさんは召喚術が使えるのですか？これが時空を迷っていたので少しこちらへ引き寄せただけのこと。召喚術というほどのものではない。何せよすごく助かったわ。ありがとう、アレック。受けた恩を返したまでのこと。なんだかよくわからないけど、お互いの探し物が見つかったってことかしら。カナリアさんもよかったね。目的の資料見つかったし、これで客の満足するハートを作れそうだわ。それは何よりなんですよ。便利な資料室もあることだし、せっかくだからもう少しいろいろ調べさせてもらおうわね。そうだ、これ商品サンプルなのあげるね。
ブレイブハートを一個手に入れた。ありがとうなんですよ。次はお店で貸してもらいますね。人だからね。レコードを手に入れた。カナリアはノクトルノを思い出した。フレンドリストにマジイカとチビマジのことを書き込んだ。チプシーはマジリカを召喚できるようになった。戦闘中のミスケイカは呼び出せます。まあ、これに関してはモーニアと同じ感じです。カナリアはマジマジとの思い出を記録した。ジャンキーポットでのカナリアの記録から怒りを送る。はい、じゃあそのわけで図書館島クリアです。お腹すいた。まあ、そんなわけで、まあ、とりあえず、終わりですかね。寄り道どうしよう。あれで効率よく回りたいので、ちょっと一旦裏で調べてからまた次回回す形にしたいと思います。で、お金が結構溜まったんで、誰だっけ？拓郎か。研ぎ芯が2個か。研ぎ芯とだったら買っとくか。そんな高くないと思いますので。研ぎ芯。そんな高くないって言っても、1200か。今の段階では結構するか。で、うわ、金一気に減ったな。いいな。ん？これ以上強化できない。へえ、そうなの。ちょっと意外だった。シプシーちゃんの仲間が増えたよね。いろんな武器があっていい修行になるけどちょっと疲れたかも。そんな話しなかった。はい、じゃあ、そんなわけで、じゃあ、最後ですね。まあ、今回、図書館島に行って友達になった、マジリカとチビマジですね。確認しておきましょう。はい。まあ、ちなみに、この二人ですけれども、制作者の相互さんですね。のキャラクターです。で、ちなみにですけれども、本を調べてる最中に、なんかこういう、なんかいろいろネタが分かったって言ってましたけれども、これすべて、この、マジェリカとチビマジェの、弟子さんの、作品の、ざっくばらんな説明ではありますね。いろいろ、本当にいろいろあるのでね。はい、じゃあ、まずマジェリカ。ハートの専門店を営む魔女さんなんです。図書館にまで出会ったんです。被っている帽子が喋ったり、不思議が多い人なんです。ちょっきり怒りんぼさん。うん。で、チビマジ。まあ、名前が全く同じなんですよね。マジェリカさんたち、マジェリカさん家に居候している女の子なんです。名前が一緒なのはなんでなのでしょうね。姉妹じゃないって言ってましたけど、いつも元気で可愛い子なんです。うん。まあ、こんな感じですね。基本的に変わんないのかな？じゃあ、最後、思い出確認しましょう。おぉ。マジイカとチビマジと都市館島で会った時の思い出よ。マジなのに明るくて賑やかで、とても楽しい人たちだったわ。あの二人、なぜかペコがお気に入りだったみたいね。そうなの。イタスとウサミにキローリングパンダ。もちろん、ペコを増えたりはするのかな？しないか。はい、じゃあ、そんなわけでですね。プリズミカプラス実況って、パート1なのかな？
パート61だと思いますけれども、以上になります。さあ、とりあえず、図書館島についてはこれで終わりで、で、この後ですね、ジャンキーポットで出会ったリュートとアイシャですね。まあ、この二人に話したことで、セレスティアというところに行けるようになったので、次回そこに行きたいと思います。で、とりあえず、一旦裏で、すでに行ったところに関して、またセリフが変わったりするところももしかしたらあるかもしれないので、それについては裏で調べておきます。で、特になかった場合は、裏育成をしてから行きたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。